シグナル出ました。ライブ投資の試験ですね、ユーロ USD、ということで7時40分11月13日、シグナルが出てきました。早速シグナルをちょっと打ってみました。さてまた私のプロマイドとか言おうか、看板ですね、2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリストの半間巌先生です。2017年は世界第2位でした。現在ズルトレーダーは FX 統一となっております。その半間巌先生の講師で、投資のですね、根本的な研究ということであれから2年経ってますけれどね、稼いでおりませんのでね、その2年間ですね、インジケーターでですね、分析してその時つらかったんでね、もっと半分は自分の超能力で投資しておりました。それではいかんなということでコンピューターの分析をもうちょっと多くしてですね 70% ぐらいにしてですね、あと自分の超能力ですねで頑張って投資するようにしないと体を壊してしまうんですね。それでですね、このように、投資法をコンピューターの分析を確かにするということでね、このように勝率 82.82%、ここ3日間ぐらい の投資数が11回出てるとね、これ今回ユーロ USD っていうことで19時41分05秒の時間でね出てきました。まあ、このように打ったんです。いいところに打ったんだけどもまだ上昇する可能性がございますのでね、まだ12分ありますね。ですのでまだ分かんない状態です。まあそんなことでちょっと様子伺いましょう。まあ投資設定数はまあ一般的には秘密ですけれどね、このように常時シグナルをね見つけ出しています。今週の成績ですけどね、このねインジケーターはですね FX にすごく通用するんですね。ですのでバイナリーオプションで稼ぐ資金が制限されますので FX の方で1000倍に増やして投資ができます。そんなことだね。バイナリーオプションというのは FX のね、動きを敏感に見るということでね、非常に勉強になるものなんですね。だから両方投資してですね、勉強していくということですね。いつもですね稼げない戦略が破られます。ですからその度にまた戦略で勝てる戦略を見つけてですね稼ぐ方法ですね、負けは負けということでね、勝ちは勝ちということで仕事していかないといけないわけですね。これは焦らずですね、ゆっくり地道に仕事を配信正しくしていくということですね。
勘で投資すること、超能力で投資することは限界がありますし、できることはできるんですね。また仲間から情報をもらってね、テレパシーでね、投資する人がほとんどですけれども、投資はね、力が 99% 保安力は必要です。100倍ぐらい保安力がかかってくるんですね。だから仕事だけ稼ぐ人は周りの人にお金を取られます、ね、保安の仕事が 99% 必要です。だからこのように難しくたくさんやってるように思いますけれどもね、このインジケーターを開発したりとかですね、調整したり、これはたったの 1% ぐらいの仕事で、残り 99% は保安力ですね。周りが盗んだり破壊しにして破壊攻撃してきますから、仕事ね、正しい仕事ですけどね、そこら辺をね、仕事やってないと取られてしまいます。また取られない人はシードですのでね、汚職ですけどね、自分で保安力を守らないで人にやらせて稼ぐというね、仕事やってないのと同じですね。保安力の方が仕事がかかりますから、泥棒のが多いですから、泥棒に対しての対策 99% 仕事必要なんですね。だから実際これやってても私の方が 1% ですね。これだけやってて 1% ですよ。保安力はまたこの99倍の仕事をしてるわけです。日夜ね。ですから私の場合は汚職にならないように全部自分で稼いでるという保安までやって取り仕切ってやってるわけですね。保安力やらないとこの仕事だけで専念していられますからね、汚職ですけど、まあシード